皆さん、こんにちは。本日は朗報です。と言いたいところですが、一部問題点もある複雑な心境の動画です。本日、視聴者さんから一通のコメントをいただきました。ナイチンゲールの再販が決まって、ベンガイアーが最後抱えたくないから返品してるらしいですよ。なんだって、あいつらどこまで神経刺さってんだで、慌てて検索をかけてみたら明らかなソースはないものの、目撃した方もおられるようです。なので噂として聞いていただきたいのですが、これってたとえ噂話でも今後のガンプラ界隈にとってはいい傾向かもしれません。ガンプラはすぐ再販がかかるとわかれば、転売屋はガンプラにより付かないだろうし、ナイチンゲールもリサイクルショップでは低買価での買い取りとなるでしょう。そして小売店は転売を断れば、あのでっかい箱のナイチンゲールを部屋に在庫として抱えることになる。ガンダムベースは絶対返品断るべき。そして返品しに来たやつを転売屋認定して出禁にするべき。普通の神経じゃ、売れないから返品だなんてずうずうしいことできないでしょ。もし小売が問屋にこれ売れないから返品ねって言うと、二度と商品下ろしてもらえなくなるのにね。って言っても知ったこっちやないんだろうね。自分さえ良ければいいんだから。ほんとあいつら、さってんな。逆に、私は転売屋ですってドヤ顔して返品しに、ずぶとい神経でしょどうせ。暑い中何時間も並んで、売れない売れないとやきもきしながら過ごし、あげく、返品だなんてほんとさまー。買えなかった人の苦しみはこんなもんじゃねえぞ。そして転売屋から買わず、ずっと再販まで我慢していた方、あなたたちの勝利です。以前の PG アンリーシュドの動画でも言ったような、バンダイと俺たちがの他に手を出すと痛い目見るって、現実になってんじゃねえか。ほんとさまー。と、ここまで調子に乗りましたが、朗報はここまでで、問題点もあります。今回、バンダイの再販アナウンスは素晴らしい転売対策でしたが、大量生産で在庫が余り、今後の新製品の数を絞る可能性も出てくることです。9月に控えている RG ハイニューガンダムはどうなるのか、Amazon などのネットショップで大量キャンセルとなるか、転売ヤードもよ、これに懲りてさっさとキャンセルしやがれ。バンダイもたまごっち以来、生産数に関してナーバスになってんだからよ。メーカーにも小売にも、ユーザーにも迷惑かけんじゃねえよ。これでもまだハイニューをキャンセルしないのか。本当に業務指定度の脳みそしかないんだな。ガンプラが儲かるって情報もどうせ自分で考えもせず、転売推奨してる動画からだろ。そんなんだから騙されるんだよ。俺たち、ガノタは残念ながら、転売屋からは買いません。そして、メルカリやヤフオクで定価割れしたとしても買いません。なぜなら、てめえらの触った商品なんか部屋に置いときたくねえんだよ。そしてメーカーにも還元されない。俺たちが汗水流して稼いだ大切なお金はメーカーに還元して、新製品の開発費に当ててほしいんだよ。お前らの利益のために働いてるわけじゃねえんだよ。ま、ナイチンゲールに関してはもう利益は出ないだろうがな。